はい、このドライブレコーダー買いました。これですね、ネット通販でね買ったんです。これですね。で、すごい安かったんです。安かったんで買ったんですけど、箱はこれですね。これこれこれで、接続もね、これただ単にこうずーっとこうコードが通って、で、このシガーソケットに入れるだけですね。で、これ1個はあれなんですけどね、携帯を充電するためのコードなので、ドライブレコーダーの方はこっちですね。こっち、これですね、これで。はい。で、これ、差し込むだけなんで、まあ、接続は簡単だと思うんですけど、で、実際、こうやって、エンジンかけるだけで、作動するんで、すごい良かったんです。良かったんですけど、けどがつくんですよね。安いんでね、仕方がないのかもしれないんですけど、まあ、これで、いいところはこれで、ボイスレコーダーにもなるっていうことですよね。これ、ボイスレコーダーにもなるんです。これ、ちょっと画面反射して見にくいですけど、これ、ボイスレコーダーになってるんですよね。はい。もちろん、ループ撮影できますしね。で、一旦消して、はい、ここにねマイクロ SD カード入れるんですよね。マイクロ SD カードね、はい、ここですね、ここはいね。マイクロ SD カードは買った時はついてないんですけど、ですごい良かったんですよ。何度も言うんですけど良かったんですけど、ただ一つね、やっぱりなんか安いなーって思うのがあるんですよ。こうちょっと取り外しますね。で、このカメラとこの土台のね、付け口っていうんですかね、ここがね、いまいちなんかしっくりこないんですよね。ここ。これネジのタイプになってるんですけど、どうかな。こうやって外すんですよ。こうやると外れるんですけど、ちょっと置きますね。こうやると外れます。こうなんかちょっと自撮りなんでね、なかなかできないんですけど、うまくできないんですけど、こう回して外すタイプですね。はい、外れました。で、こうネジなんで、接続に迷うことはないですね。こうただね、やっぱりネジのタイプなんでね、まあ一回こうくるくるくるっとやってやるしかないんですよね。こうくるくるくるっとこう回してこう取り付けるタイプなんです。で、ここにやるときも、もうね、フロントガラスにつけるだけなんで、すごい簡単なんです。で、あとはこれをポイってやると、こうね、しっかりもう結構がっつりつくんですけど、やっぱり何度も言うんですけど、この部分がね、どうしてもね、やっぱり安いドライブレコーダーなんです。で、撮影自体はすごいよく撮れてます。ここクリックしてください。その動画をね、これで撮った動画をちょっとアップしておきますんでね。ただやっぱりこのなんか ネジで、このなんていうんですかね、この土台とこのカメラを接続する部分がどうしてもなんかしっくりこないんですよね。まあ文句があるなら高いやつを買えっていう話なんでしょうけど、そこだけですね。あとはボイスレコーダーもあるし、画質もいいし、接続もこのシガーソケットにね、入れ込むだけなんでね、だいぶ簡単なんです。で、あと、
このボタンもね、分かりやすいですよね。ボタンも分かりやすいです。ちょっと逆光で見にくいかな。ほらほら、これ OK ボタン、これメニューボタン、これなんやら分かりません。これ上で、これも設定ボタンですね。これ下、はい。なのでまたちょっとエンジンかけましたけど、はい、エンジンかけたらこうね、勝手にこうこの赤い点滅が、あれです、録画されてるっていう感じですね。で、すごい簡単です。これでメニューボタンですよね。設定ボタンできるんですよ。で、上とか下とかね。で、設定したいところで OK を押すだけなんで、迷うことはないですね。迷うことはないんですけど、迷うことはないものの、やっぱ説明書がないんですよね。それはそれでちょっと不安だなぁと思ってね。まあ何度も言うけど、文句があるなら高いやつを買えっていう、高いやつを買えっていうことなんですけどね。はい。まあ、なので、物自体は悪くないですね。悪くないんですけど、やっぱりどうしても気になるのがこの接続部分。ここがちょっとチャッチーかなぁと思いますね。まあ僕個人の意見なので、参考にするかどうかはもう皆さん次第です。まあでもあるかどうかわからない万が一のためなので、そんなに高いやつはいらないっていう人だったらこれ十分だと思いますね。以上です。ドライブレコーダー、格安のドライブレコーダー大丈夫なのかですでした。結果的にね、大丈夫です。ここだけです。ここだけね、ここだけなんかパチンとかいうやつとかだったらしっくりくるんで、そういうやつだったらよかったんですけど、これなんかネジのタイプなんでね、どこまで締めればいいのかなとか、結構機械音痴の僕にはちょっと思いましたね。はい、以上です。参考になれば幸いです。また見てください。